こんにちは、ふうです。ちょうど1年前に借金してでもランクル70を買いたいって動画で言ってたんですけど、ついにランクル70の再販が決まりましたね。いやー、借金してでも欲しくなりますね。実は発表日にディーラーに行ったらギリギリ買いました。納期はまだまだ先の予定だったので動画では報告してなかったんですけど、まさかのニートになったこのタイミングで納車されました。どうしてもジムニーは手放したくないので、お兄ちゃんと共同で乗ることにしました。これからはジムニーとランクルでいろんなところへ行きますよ。ということで、お兄ちゃんにも許可を得てランクルを車中泊仕様にカスタムしたので、早速紹介していきますね。車中泊で大事になるのは生活空間の確保なので、まずは荷室を広くします。再販のランクルはこんな感じでワンタッチで後部座席を折りたためるんですけど、折りたたんでも全長は 130cm ほどしかありません。私は身長 150cm なのでこれじゃ足りませんね。ということで、後部座席を取っ払うことにしました。後部座席は M10 のネジで留められているだけなので簡単に外せましたよ。後部座席を外すと荷室がかなり広くなりました。荷室の全長は 180cm になったので、これなら快適に過ごせそうです。これで幅 140cm、 高さ 110cm、 奥行き 180cm の空間が出来上がりました。あとはフルフラットベッドが必要ですね。市販でも専用のベッドキットは販売されているんですけど、20万円ほどかかるのと高さが限られてしまいそうだったので自作することにしました。ということで、ホームセンターに向かいますね。 DIY する時のホームセンターほどワクワクするものはありませんね。今回はエレクターパイプを使ってベッドキットを作ることにしました。参考にした動画は概要欄に貼っておきますね。寸法を測っておけばパイプは店員さんがカットしてくれるので素人でも簡単ですよ。今回かかった費用は全部で2万円ほどです。結構な節約になりましたね。浮いたお金で北海道一周できそうです。これからドライブがてらベッドキットの使い心地を試すために秩父に向かいます。ランクルはめっちゃでかいので運転も大変かと思ってたんですけど、高さがあるので視界が良くて運転しやすかったですよ。2.8 リッターのディーゼルターボなのでめっちゃパワフルで快適ですよ。燃料も130リットル入るので、1回満タンにすれば1000キロは明るく走れますよ。秩父の山奥に着きました。今回の撮影場所は初めてジムニーの動画を撮った場所なんですよ。他は地元の方しかいなくて、とても静かでゆっくりできる場所なんですよ。こう見ると迫力満点でかっこいいですね。私がチンチクリーンに見えてしまいます。エレクターパイプを使ったベッドキットは大成功でしたよ。こんな感じで下に荷物を積んで、上は生活空間って感じで分けました。板は OSB 合板にタッカーでフェルト生地を貼り付けました。よく見るとデタラメな風クオリティですが、とりあえず問題なく使えているので満足です。早速乗ってみますね。座っても頭がつかないので快適に過ごせそうです。板も丈夫で人一人乗る分には問題なさそうです。奥行きは 180cm あるので大の字で寝てもこんな感じです。後ろの窓がこんな感じで開けられるので換気ができて便利ですね。いい感じのプライベート空間が出来上がりました。サンシェードはジムニーと同じでアイズというメーカーのものを買いました。このサンシェードは断熱性がとてもいいので気に入ってます。お値段張りますが、安心して眠るためにもプライベート空間を大事にしたいので少し奮発しました。これで安心して眠れますね。せっかく秩父まで来たので川のせせらぎでも聞きながらカップラーメン食べようと思います。涼しい。今ぐらいの気温なら自然を満喫しながら快適なアウトドアを楽しめますね。
今年の夏は快適に過ごすために標高の高い山にこもろうと思ってます。自然に囲まれながら食べるご飯はなんでこんなに美味しいんでしょうかね。虫が寄らなくなるってことで半信半疑で買ったオニヤンマくんもしっかり活躍してくれています。ディーゼルエンジンの迫力ある音がたまりませんね。このままでは物足りないので今日はランクルで初の車中泊をすることにしました。帰って準備してお気に入りの車中泊スポットに向かいますね。移動中に今後のフーチャンネルの計画についてお話しますね。今後はジムニーとランクルの2大体制で旅をしようと思っています。ジムニーでの連泊車中泊は体に負担がかかるので旅館や民泊を挟むようにして、ランクルは車中泊での旅をメインにしていく予定です。今までのフーチャンネルはジムニー動画がメインだったので、ランクルのチャンネルは別にしてほしいなどご意見があれば教えてください。きっとランクルの旅も楽しくなると思いますよ。車中泊場所に着きました。実験的な車中泊なのでいろいろと突っ込みどころがありますが、温かく見守ってください。料理するのも面倒なのでマックを買ってきました。マックのポテトにハイボールは最強の組み合わせですね。ここにモニターを置いて映画でも見れるのにすれば山暮らしもイメージありませんね。うわ、広いね。いや、広いわ。室内が広いので大きめのマットレスを敷いても余白がありました。これなら前回のような3週間ぐらいの長旅でも車中泊メインで行けそうな気がします。輝かましくて全然寝れなかったので完全に寝不足です。そろそろ対策が必要ですね。この日は台風の予報でしたが、そんなに雨も降らなくて助かりました。昨日の残りのポテトを蘇生して食べます。温めるとカリカリして美味しいんですよ。視界良好だ。今回実験的にランクルで車中泊をしてみましたが、特に改善点はなく快適に過ごせたので、しばらくはこのスタイルで行こうと思います。まだまだ車内のスペース余っているので、あると便利なものとか教えてもらえると嬉しいです。最後にランクルの細かい仕様や気に入っている箇所の紹介をしていきますね。ランクルに乗ってみて良かった部分はたくさんあるんですけど、やっぱり一番はクラシックで無骨の内装に惹かれました。ドアパネルやノブ、鍵もレトロでいい感じですね。最低限の装備しかついてないのがとてもかっこいいですね。ミラーは手動です。これは XG グレードのジムニーと一緒ですね。観音開きのドアもお気に入りのポイントです。ステップはランクルらしく、とてもしっかりしているので安心できますよ。中からバックドアが開けられるのも宇宙泊をする上で便利ですよね。窓も手動で開けられるので換気もできて便利ですよ。
ランドクルーザーのロゴもクラシックでいい感じです。いつも乗っているジムニーとランクルを並べてみたんですけど、なんだかジムニーが可愛く見えますね。今回の動画は以上です。これからはジムニーとランクルで日本中回るので、よかったらチャンネル登録お願いします。来週からまた旅に出るので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。